原子性とは、生まれたばかりの星のことで、分子雲の中でもガスの密度の高い分子雲コアが、自己重力で収縮し始め、質量が一定のまま半径が収縮するティータウリ、型星や、ハービックアエ、BE 型星になる前の状態までを指す。分子雲コアの中心密度が5010センチメートルから3になると、原子星コアと呼ばれるほぼ力学的に平行状態の、ガス球ができる。 水素分子を主成分とする、この天体を第一のコアと呼ぶ。第一のコアの中心部分の密度増加と温度上昇は引き続き進行し、やがて温度が2000系程度になると、水素分子が乖離することによって圧力が下がるため、再び急激な重力収縮を始める。水素が完全電離状態となり、再度平行状態の第二のコアが生まれる。 観測的に通常議論される原子性に対応する天体はこの第二のコアのことである。原子性には周囲からさらにガスが集積してくるため硬着円盤が形成される。原子性に取り込まれきれなかったガスは円盤に垂直な方向へ宇宙ジェットとして放出される。ハービックハロー天体はこの宇宙ジェットが周囲の生還物質と衝突しか思考で観測されるものである。 原子性には周囲のガスが超音速で落下していき、衝撃波面が形成されている。その面で落下物質の運動エネルギーが解放され、熱に変わっている。そのため原子性は主系列性よりも明るく輝いているが、まだ周囲を濃いガスとダストに覆われているため可視光では観測できず、主に赤外線や電波で観測される。質量の増加が止まった後、原子性は 事故の重力で、ゆっくりと収縮していき、その際の重力エネルギーの解放で徐々に、中心核の温度を上げていく。原質性の静臭物質が散逸するとか思考でも、観測可能になり、ティータウリ型星や、ハーベックアエ、BE 型星として観測されるようになる。やがて中心温度が1500万 K まで上がると、水素核融合が始まり、主系列星となる。 ありがとうございます。